会場に着きましたけど、今まだ準備中ですね。増田さんのリバイザーの増田さんです。こんにちは、いつもありがとうございます。嘘くそ。そのそれないじゃないですか。それ嘘くさい。本心のありがとうございます。お世話になってます。今日はギター祭りですよ。これ新州。今年何もねどこも何もやってなかったですからね。そんな中でこれ開催できて奇跡のもういろいろね対処しまくりで。そうですね。見事にね。まあ人数も今限ってね動員してるので素晴らしいですよ。もういろんなもう新種のギターがね集まっておりますけれども。はい。今日はどんなご予定なんですか？今日はね何も決まってません。いいですねいいですね。もうなんかお任せでなんか配信してくださいみたいな感じで。配信なんですね。今つきまして。はいはいはい。そうですね。いろいろ見てるところですよ。こちらブラッククラウドね素晴らしいギターが集まっておりますけど。前回よりかなり。ブースも多いので、はい、見応えはあると思うんで。そうですね。早くしないと売れますからね。そうですね。売れちゃうんでね。この動画を出してる頃にはもうとっくに売れちゃってるかもしれませんけど。まあでもね出会いなんで、はい、まだねこうその場では売れなかったけれども、はい、こう自分のギターみたいなのが見つかるかもしれませんのでね。島村楽器さんのサイトとかいろいろ漁ってみるといいんじゃないでしょうか。はい、そうですね。ありがとうございます。今日じゃあこれ配信したものは山口さんのチャンネルの方で、そうですね。アーカイブでまた見られる。はい、配信バンバンして今日は帰りたいと思いますので。はい。じゃあそれも楽しみにしてます。はい。はい。すみませんお忙しいところありがとうございます。いえいえとんでもないです。今後ともよろしくお願いします。はい。チームがすごいですよ。そう、昨日搬入して、その中から大丈夫ですか。あ、いいですよ。こんにちは。じゃあ、杉ギターの杉本さんです。2度も3度もテイク3。これ言っちゃったらダメだよ。まあいいんだけど。今日はなんかお客さんはあれですね。まあ朝からずっとなんかここの杉のブースにはずっとお客さん常にいる感じですけど。はい、おかげさまでね、忙しく働かせてもらってます。ちょっと気になったのがこれ、こいつ。そうですね、これはですね、基本的にはこちらにあるようなモデルが主だったモデルなんだけれど、ギター作ってる人間っていろんなものを作りたいんですよ。で、他のメーカーさんが作ってるモデルでもこれいいじゃんっていうのがいくらでもあって、で我々もいろんなものやりたいっていう中で。ただ、まあ我々が主としてやろうとしている部分では路線が違うので、そのためにブランドには杉が入ってないんですよ。なのでこれもシリーズ名のスターゲーザーが入ってます。ただここにコウモリがはその代わりコウモリが裏返しになってます。そうだったんですね。そうなんですよ。今回ボディシェイプを変えて違うんですね。ちょっと小ぶりになってますよね。でも角が R が大きくないんで角ピンです。R やっぱりボディのサイズ感とかバランス見ると、まあこの仕上げがいいんじゃねえかということで、まあシースルーブラックで。すごい綺麗ですね。なるほど。これはもうまず最初の1本目って感じですか、これ。ね、そうですね。8本作りまして、そのうちの2本今回作りました。じゃあこれから各全国の各お店で出回っていくって感じですかね。なるほど。はい。ぜひご視聴くださいって感じ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。杉本さんでした。高橋さん。じゃあ、どうもいつもお世話になります。ありがとうございます。フィールギターの高橋さんです。どうですか、盛り上がってますか？そうですね、もう10時からさーっとお客さん入ってこられてですね、皆さん熱心に見られてますね。なんかずっとね、さっきもここで試走されてる方もいらっしゃったし、もう買っていただいた方がいらっしゃったようです。そうですね、早いですね、まだだって11時ですよ、オープン1時間なのに。もうお聞きしたらですね、現金ちゃんと下ろして持ってくれたりやる気満々のお客さんじゃないですか。なるほど。今日はいろいろ並んでますけど、オンラインストアとしてはこれですね、このエイジド、うちでいただいたやつを、まあ、ここで先行展示というかですけど、ちょっとそれの話伺っていいですか？これはどんなあれで、コンセプトで、アークスタンダードはうちの、人気機種であるんですけど、今までこういう取り組みっていうのはしてこなかったですけどね、ちょっと昨今、あちこちのねメーカーでこうエイジドっていうのをやられるんで、私もちょっとインスパイアされましてですね、ちょっと取り組んでみようと、なのでエイジド、アークのエイジドっていうのはこれ1号機です。はい、で、ご覧の通りライトエイジド、くらいの、仕上げになってますけれど、サウンド面でもこれエイジドにするためにラッカーフィニッシュをしています。塗装がそうですね。違いますね。通常うちはウレタン塗装なんですけれど、これをオールラッカー塗装にしてますので、その面でもサウンドはやっぱり変わってきます。甘さといいますかね、楽器の本来の鳴りっていうのをね、よりこう引き出されて、魅力的なものになっているんじゃないかと思いますけど、プラスルックスというところでね、これはトランスブルーデニムですね。そうですね、なんかエイジドにすごい相性いい感じですね、色合い的にも。淡い感じ、このダメージドジーンズの雰囲気っていうんですかね、そういうのがいい感じに出てるかなと。ですね、思っていますけどね。で、そんな先ほどおっしゃってましたけど、ライトな感じでっていうところですね。そんながっつりやってるって感じよりも、そうですね。ちょうどアークをもう5年10年弾いていただいて、こう馴染んできた感じを想定してっていうところですね。で、乗っているパーツ等は標準のパーツと同じですので。変わらずサウンドはアークのものになってますね。中もチェンバーが入っていますね。これ例えばこれをパーツもエイジドのものにしたいとか、もっと本気でもうゴリゴリのエイジドにとかっていうオーダーも受けてくれたりとかは。そうですね。今後これ初号機なんでね、これからいろいろ発展させていただいてですね、お客さんのリクエストに応じて。めちゃヘビーエイジドですとかね、やらせていただきたいと思ってます。この辺はじゃあまたご相談に応じてっていう感じですからね。そうですね、はい、オンラインストアでも結構ね、アークはお問い合わせあるので、この辺また何かあればご相談させてください。はい、ありがとうございます。すみません、お忙しい中ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。山がありますよ。面白かったですね。一郎さんもめっちゃ良かったです。軽いっていうのは一つね。軽いのはね。あとこの軽さとローストによって、今までちょっと聞いたことがないような弦の響きがするんですよ。ただ軽くて明るい。これですよ。これは何ですか？これは。これもね、ライトアッシュのねロースト。あ、アッシュローストしちゃった。そうですね。ハカランダネックです。ああ、大好きじゃないですか、山口さん。これ買った方がいいやつですね。買います？買います。本当ですね。かっこいい、渋いな。重さどんな感じなんですか？これはね、2.8キロくらいしかない。2.8。もうちょっと軽かったかな。いや、もうちょっと軽そうなイメージです。確かレールしましたよね。2.4いくつ？こういう感じです。すごい。これ初めてですか、このタイプって？これ初めてです。1本だけプロトです。ちょっとシックにこう黒っぽいからやっぱりキュッと締まった感じに見えますよね。すごい。このうねりを見てください。ああ、いいですね。うねりを。ちょっと今ね、たまんないですね。グワッと大好きじゃないですか。大好きですね。これみんな好きでしょ。まあ好きでしょ。音的に。高そうですけど。